皆さんこんにちは。今日はここウォーターキューブに来ています。そうですね、2008年北京オリンピックの水泳競技の会場となった中国の北京国家水泳センターです。さて、7年が経ち、どのように使われているのでしょうか。北京オリンピックでは水泳や飛び込み、シンクロナイズドスイミングが行われ、次々に世界新記録が誕生した場所です。去年の APEC 首脳会議では歓迎パーティーの会場となったことでも記憶に新しいですね。このウォーターキューブは北京市のオリンピック公園の中にあり、敷地面積はなんとおよそ8000平方メートル、高さも30メートルあります。北京オリンピックの後、まさしく北京市の新しいシンボルとして残されています。楽しそうですね。北京はもう夏本番、泳いでいる人たちも気持ちよさそうです。ここは北京オリンピックの時、選手がウォーミングアップをするプールでした。今はこのように一般市民に開放されてるんです。水温比较凉，并且游起来感觉非常凉爽，正好可以降温。跟朋友一说到水立方游泳，还是感觉很荣耀的。整体环境在里面游的心情也非常好。那全国这么有名的地方，肯定要来一次嘛，慕名而来。天井からぶら下がるクラゲ、気泡、そしてカラフルな海藻やサンゴ、ここは最も人気のあるところ、ウォーターパークです。2008年北京オリンピックの時はここは選手たちの休憩エリアでした。その後改築して、このように幻の世界に変貌しました。长春三年之前我来过这儿，然后感觉挺好的。然后我们家这两个，我妹还有我小侄呢，都挺想来这儿的，我们现在就过来了。最喜欢就水比较干净一些，啊，水温也比较好。这国家级游泳馆嘛，我们想到这儿来瞅一瞅，参观参观。我们家一家三口来的。2008年，从2008年的奥运会结束以后，咱们的改造的时间，从2009年4月份就开始，就是组建我们这个溪水乐园。2009年的年末，基本上里边是组建那个差不多了。但是真正投入使用的是咱们那个2010年的8月8号，日均啊，假如从整年度来说，日均能达到3000人左右，所以说。这个还是运行情况还是比较不错的。这个作为游乐设施来说，作为室内场馆来说，是咱们亚洲是可能是最大的一个，亚洲是最大一个。所以说，3000人其实它还会有上升的趋势。気になるのは数々のメダルを生んだ競技プール。現在はどうなっているのでしょう。私と一緒に入ってみましょう。競技場内の座席がそのまま残っています。プールは舞台に変身しました。夜はここで特別なショーも行われているということですよ。もちろん国際的な水泳大会が開催される場合は、
ここは競技の場に戻ります。でも大会がない時は様々なイベントや演劇、ショーなどが行われます。去年の APEC 首脳会議では歓迎パーティーの場へと変身したのがまさにここです。我觉得这样子是不错的，因为你毕竟这么大一个场馆在这儿，你不可能说一直在亏损啊。那其实如果是有大型赛事的话，那我相信这边也是会正常举行。那平常作为就是普通老百姓的一个游乐设施也挺好的。7月31日、2022年冬季オリンピックがここ北京で開催されることが決まりました。夏。冬のオリンピックが同じ都市で開催されるのは初めてのこと。ここウォーターキューブもカーリングの競技場として使われます。7年後再びオリンピックの晴れ舞台として世界の人々を迎えるわけです。ウォーターキューブから北へ歩いて5分ぐらい、オリンピック公園にはもう一つ北京オリンピックを代表する施設があります。それは国家会議センター。現在どのように使われているのでしょう。北京オリンピックの際はプレスセンターとフェンシングの競技場として使われていました。去年の APEC 首脳会議でも重要な会議が開かれた場所です。敷地面積は12ヘクタール、建築総面積は53万平方メートル、建物南北の長さは400メートルで、東西の幅は150メートルとなっています。盖之前其实这个地方呢就是它就有一个双重的这么一个目的或者设想，就是说将来这个奥运这个楼它将来是写字楼还有这个酒店和会议和展览的这个功能，它是按照这个会议展览的这个远期的功能设计。但是呢在奥运会的时候呢，我们增加了一些奥运会的要用的那些东西。这几年呢基本上这个从这个会展的数量呢确实是一个上升的一个趋势，但是一般来讲呢就是说我们的会议在八百九百左右这个数字，然后每年按个数算的话，展览的话呢现在是八十九十，大概是这么个情况，九或者是多的时候呢可能是九十五左右，少的时候呢。私は今国家会議センターにいます。2008年北京オリンピックの時、ここはプレスセンターとフェンシングの競技場として使われていました。現在は中国国内で有名なコンベンションセンターとして毎年多くのイベントや展覧会などが行われています。この時は中国国際婦人子ども産業フェアが行われていました。中国をはじめ世界のメーカーが参加したイベントで、特に子ども連れの人たちでいっぱいでした。このイベントは今年で7回目だということです。它其实是在咱们的奥林匹克公园里边，我们暑期档的时候做这个活动，其实某种意义上讲来讲，也是借助了咱们北京旅游旺季的这么一个资源，毕竟是奥运会嘛，全球最大的一个国际性的一个赛事，它所处的这个场馆，在每个国家来讲应该是档次最高，配套最全的这么一个场馆，很多我们外地的朋友希望到北京来游玩的时候，这个奥林匹克公园就是一个必走的一站。所以说我们当初把这个展览会选择在这儿的时候，也希望借助于这个旅游旺季的这个客流量的这个资源，再提升一下我们在这个整个的育儿行业啊，或者说母婴圈子这里边的一个影响力。ここには大小の会議室が合わせて100余り。最も大きな会場は一度に6000人を収容することができます。展示エリアも4万平方メートルあります。またキッチンの設備は1万人分の食事を用意することもできます。
まさにアジア最大のコンベンションセンターです。所以我们也是希望通过我们的努力或者通过我们的提高服务，然后有一些建立一些标准化流程，来帮助整个这个场馆的这个行业来建立起这个标准。世界の注目を集めた北京オリンピックの競技施設が市民のスポーツの場へと変貌を遂げました。まさにオリンピックというスポーツの大いなる祭典が残してくれた良き遺産を市民の手にしたわけですね。以上、ポッドクションが中国の北京からお伝えしました。